局所麻酔痛くならない4つの方法。1、極細の針を使ってもらう。細い。2、表面麻酔を使ってもらう。3、電動麻酔を使ってもらう。4、痛いの苦手ですと涙目で訴える。麻酔の痛みや怖さを和らげるためにみんながやっていること教えてね。コメント待ってます。